オリンピック大会組織委員会は、新たに関係者22人が新型コロナウイルスの検査で陽性になったと発表しました。選手の陽性者はいませんでした。また、組織委員会はコロナ対策の規則に違反したとして、新たに2人の大会参加資格証を剥奪しました。